お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、世界一度やっていきたいなと思います。ちょっと前にね、始めた世界一度なんですけども、まあ、企画内容はまあ簡単、ただただ世界一を目指す、まあ、あのガチマルチをねどんどんしていくというような企画でございます。で、今ね世界37位ですね。で、こう世界一位がバカヤバくて、何がヤバいかっていうと、今ね世界2位にトロフィー100差つけてるんですよ。そう、100差つけるってもうめちゃくちゃすごいことで、こうまあ世界一行ってから、こう普通だったらね、トロフィー30とかもらえると思うんですけども、こう世界一行ってしまうと自分よりトロフィーが下の人としか当たらないので、まあ勝ってもこう25とか、もう多くて25、6、なんなら少ないと10何本とかしかもらえないので、まあ世界一行ってから、まあ言ったらこうもう3勝とかしてるわけなんですよ。それがねちょっとやばいっすよね。なんかこう、世界1位と2位でも100差っていうのは、めちゃくちゃね、なんかこう、実力差をつけてるというか、まあなんか離れてる。離してるんで、ちょっと1位、ちょっとすごいなっていう思いがあるんですけども、まあ1位はもちろん目指しつつ、まあ今日はね、運が良ければ3位ぐらいかな、いけそうな気がしてます。よろしく。まあなんで自分がね、こう、あんましたことないというか、まあそう簡単にできることではないんですけども、お、なんかたまたま被ったっすね。こかっちゃんか。なんか逆に自分が1位って2位にね、トロ100差つけるとか、まあできたらすごいね。なんかこう、嬉しいというか。まあマジすごい。すごすぎることなんですけども。まあ、できたらいいなーとかも思いつつさ、あ、間違えちゃり抜けなかった。さあ、もう、ガンガンね、削っていきます。今回バレバレ枯渇で、神相性を引いたっすね。マジでこれ、神相性すぎるな。これ、負けたら多分やばいっすね。っていうぐらいの神相性だと思います。まあ相手にファイボとかがあれば、ロケとかがあれば話は変わるんですけど、まあそんなのがない限りは、もう神相性ですね。しかもこれ見て、ボム最強すぎる。ボムで守って、さあディガーとスケベがもしかしたらいるかなぐらいっすね。さあナイトさえたらこれ多分コストが、まあ。間に合うが、ここね、ボムがなんか、さっきの残りがね、活躍してくれます。で、一応端前プリン警戒のナイト早めに出しつつ、よし、まあ、バレバレ枯渇は、まあ、一応できるだけ早めにねキングキとゴブリンバレルでやっちゃえばより楽になるかなっていうのありますね。よし、さあアナプリンは、あ、これちょっとキングキとします。やばい、これ右側のゴブリンが残るので、このトルネのキングキとの仕方だったね。一応完封位置があるんですけど、ちょっとなんかむずいというか、あんま僕はやらないんですけど、ちょっとちょっと楽します。やばい、これちょっと相手のね、このプリン延命が地味にいやらしかったので、よいしょ。さあこれちょっとやべえな。よいしょ、 OK。 このねスケバレの落下ダメですら僕は嫌かな。で、ちょっとだけなんかペースが悪いんですけど、一旦ね、相手はマジュチャ対応できないと思うから、そこでねペース取り返したいかなと思います。ウッド打っちゃっていいな。なんかこうトルネもあるし、ボムとかもいろいろあるんで、ガンガンねトルネが裂いていって、ナイトとかに、まあ施設かな、これもしかしたら。お、これはいい、ナイス。ナイトとかに攻めマジュチャね、ガンガンやっていきたいですけど、わすごい。これさては、諦めたゴブリンバレル説があるっすよね。じゃないと、今、諦めましたね。今みたいなところに飛ばしてこないっすもんね。さあ、まあ、さすがに、神相性かな。ボムもトルネもあって、ウッドもあって、みたいな。マジエチャも刺さって、みたいな感じですね。バレバレ枯渇。なんか、バレバレ枯渇、僕めっちゃ好きだったんですけど、最近ね、すごい使用率が減ってて、まあ、理由としては、このね、マジエチャオールブレイカー。そして、また、普通のね、マジエチャ入ってない5ウッドの、ウォールブレイカーとかにも、基本的にはやっぱ勝てないですね。まあ、あとは高回転の5ウッドのロイジャイとかも、まあ、流行ってるので、まあ、なんかちょっとね、バレバレ枯渇きついよねっていう環境がね、来てます。さ、順位が変わってないが、こっちから見れば、さ、今27位ですね。1勝すれば、まあ、10位上がる。まあ、次勝てばそしたら、まあ、17位ぐらいですかね。で、このデッキはね、マジでほぼほぼ何でも勝てるんですけど、個人的にマジで勝てないのが、ラバルデッキとスパーキーなんですよ。で、ラバルは5ザップだったらぶっちけも、負けるのはしょうがないんですけど、ヤナメザップだと意外と勝ち筋がある。っていうのがあって、いや、今ね、
前まで勝率もう 5% もなかったんですけど、ラバルヤのアメザップにね。最近ちょっとね、3回に1回ぐらい勝てるようになってきて、あの立ち回りもそう綺麗になってきたので、ちょっとラバルに勝てるようになってきたのは嬉しい。で、あとスパーキーですね。あのスパーキーレイジが前シーズンの終盤ぐらいから、まあ、ちょくちょくいるんですけど、スパーキーレイジはね、勝てないことはないです。相性はまあちょっと悪いんですけど、勝てないことはないですけど、まだね、なかなか綺麗に勝てるようにならない。なんか麦っていうね、あのマジで日本で一番うまいバケモンがいるんですけど、世界でも本当トップレベルうまい人がいるんですけども、元チームメイトのね、はい、元ポノスで同じチームメイトだった方がいるんですけども、一応その人にこう防衛の守り方とか教わりつつ、ちょっとプレイとか見て真似してるものの、あと一歩です。あと一歩で完璧だねそれ守れんのみたいなのを平気で守っちゃうんですね。あともう少しで、少しですげえ噛んだな。僕もねその領域に行けそうなので、ふうし、ちょっと期待しててください。さあマッチングしました。アニレオンハーツさん、ペッカっぽいですね。ペッカクランにいる、日本の方かなと思います。でペッカ、ビビトロッコ、ペッカはあれなんですよね。そのあ、ちょっとやばい、待って、ミスったバカ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 、いや、いてぇ、ミスったな。今遅延スケラーか、まあゴレ、いやもうゴレ、多分ゴレなんですけど、対ゴレでも緊急度できてるのとできてないのめっちゃ違うんで、今のすごいねしょぼめのミスちょっと見なかったことにしてください。いや今の痛えな、今のはマジで痛え。さあオールブレイカーもタルババかな、ここでも入りますね。ああ。さあ、今回はゴレで、ランバームートの刀をゴレですね。ベビーメガゴライドラかな、多分ライドラがいるっすね。まあ、ライドラだけが厄介くらい、あ、ライドラとムートがね、厄介ぐらいで、まあ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 、ゴレはね、頑張ればいけます。なんか、ボムタワーの爆上げかな。で、ちょっと積極的に攻めていきたい気もする。ああいうのマジアチャで射抜きたいですけどね。ちょっとどうなんだろうっていう。射抜きたい気持ちもあるんですけども、ちょっと、控えめに。さあ、これは？うん。で、これちょっとナイト回して、よし。さあ、ベビドラ入っちゃうんですけども、あ、槍ゴブが消えたの痛えな。よし。まあ、でもこれ、結構止まんない説ないですか？今相手結構攻めてコストがないので、タルババ切ったらウッドで、もし、ああ、トルネか。まあ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 、いや、まあ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 入ったかなぐらいですね。さあ、こっから形作られると思うので耐えていきたいかな。まあ、虫、ああ、守るね。積極的にちょっと守ってきますね。よし、もう後ろマジアチャからの、これゴレ来たらディガーオールブレイカーかな。あ、来ないな。いや、見て、まあ、一個ちょっとタゲ取りね。ギガでタゲ取っちゃいます。で、トルネからタルババがギリギリだと思うので。よしよしよし。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。マジアチャワンチャン射抜ける。大体は、ワンチャン攻めトルネ来る。使ったか。これちょっとボム置いちゃって楽します。ボム、トルネで、確実にね。よし。オッケーオッケー。いや、いいね。いいね、いいね、いいね。このボムのバカを利用すれば確実に防衛できるってやつですね。いや、できー、これは来たんじゃないでしょうか。相手はもうここまで来たらゴーレム展開できない流れなので、僕はもうあとウッドと、まあ、マジアチャ低めかな。スペルがないと思うので相手は。で、これちょっと許容しちゃって、ムート警戒かな。ムート用にナイト温存したくて、みたいな。さあ、で、奥へとウォールブレイカーも追加。ディーガーがなくって、ウッドトルネ圏内ですね。オッケー。一回もこれね、出されなかったのは、まあ、ちょっと、救いなのかな。まあまあまあ、相手もこうね、これ出した瞬間に、やっぱり僕がね、ウォールブレイカー、ディーガー、まあ、マジアチャとかが来るので、まあ、なかなかちょっとこれ出すタイミングをね、伺ってたって感じかなと思います。さあ、6500到達。11位でございます。まあ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 。そう、マジで、ラバとスパーキー以外は、すべてに勝ちたい。すべてに勝ちたくて、すべてに勝ちたいんですけど、意外といろいろ負ける。
なんか、まあ、ジャイスキャラデッキとか、まあ、なんか、ヤロナメ雪玉系とか、まあ、ファイブザップ系とか、あれですけど、その辺に全て活かしつつ、あと、ラバとスパーキー、本当に克服すれば、最強、マジで負けないデッキなんですよね、これ。てか、まあ、ウォールブレイカーが、本当に今、どの方もですけど、もう、ウォールブレイカーデッキは極めてしまえば、本当にこう、ほぼ負けない。なんかもう、ね、ディガー削り対決、もうディガーウォールブレイカー対決で負けるとかしかもうないぐらいも最強なので、極めたいですね、マジでウォールブレイカーは。そうなので、今からね、こう、なんかデッキ、今から何か極めたいとか練習したいんですけどっていう方には、ウォールブレイカーかな。まあ、もうちょっと楽したいよって方は、キョスケロフィジェとか、まあなんかそういうのでもいいと思うんですけど、もう最高に極めたいぜって方にはもう間違いなくウォールブレイカーですね。そう。きた。これ勝てば一桁入るかな。勝てば一桁入りそうだけどなって感じですね。よし。で、あと2勝で世界3位と4位ぐらいと同じぐらいだと思う。さあ、ザッピー来た。ザッピーは、ザッピーの時点で相性は悪くない。新エタイロイフか、キョスケロイジェですね。うわ、違った。なんだ、なんでザッピーにゴブリンバレル入ってんの。ハネハネさんか、ハネハネデッキ的な。いやでもキングギドできたらめっちゃでかい。うん、キョスケ、いやー、ハネハネデッキっぽいっすよね。まあ、キョスケプラスロイジャイの可能性もあるし、スパーキーとかの可能性もあるしみたいな感じかな。まあ、ここはないと使っていいっすよね。よいしょ。ロケット方式、ちょっとなんか新しいというかね、ロケを久しぶり見たな。一時すごい使われてましたけどね、最近もう全然っすよね。さあ、でゴブリンバレル飛んできそうだな。あー、クエイクか、これやだな。これちょっとあのもう許容してしゃあなしですね、このダメージは。でキョスケだったからウォールブレイカー追加ありだな、これ。よしよし、これナイトに竹取ってしまえば、これ多分矢なめぐらいしか、オッケー、矢がなかったら刺さりますね。さあ、クエイク型のキョロイでしたね。キョロイか、まあまあまあ、ちょっとディガーで削っちゃおう。あ、この位置あれかな、キョスケで拾われやすいからやめた方が良かったかもしれない。裏とかの方が拾いにくいで、まあクエイクだからマジアチャ一応行きますね。クエイクともう一個のスプレがあるのかないのかがちょっと分かんないですけど、うん、あー、ケツからですね。こっちでやりこぶ間に合わねえかな。さあ、間に合わない。これクエイクで行かれるんですけど、一円目して、この位置に。これクエイク当たんない位置のボムですね。さあ、ボム使ったらちょっとやばくなってきたな。一応トルネがある。トルネで下げる。ウッドでも下がる。いや、痛え。待って、ロイジェが痛え。うわ、ロイが痛えな。結構入ってんな。で、ウッド使ったら相手のスキャミがすごい厄介。攻め取るにしたい、これ。いや、いい。いい、来た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 。マジ、オッケー、ロケをやって。いや、でっけえ。マジアチャぶっ壊れ。よしよしよし、来た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 。いや、これはでかい。で、まあ、これちょっと、雰囲気で、ね、雰囲気で抑えて。やりこぶ残る、いいね。残った。で、これにナイトつけて、もう一回ですね。で、あ、ロイジェイで2か。で、一応これはクエイク当たんない位置に、タワーとクエイクがね、当たんない位置ですね。これ、マジアチャ犬犬じゃね？いや、まあまあ、一回待っていいか。で、これ、一回捨てて、もう一回後ろマジアチャかな。うん。ロケはちょっとやだな。で、ナイトで、で、ウッド、これ、おっきいですね。しっかり見て、おっきいおっきい。ディーガーが入って、入ってねえか。まあ、まあ悪くない、悪くない、悪くない、悪くない。マジアチャゲーして、で、もう一回あれですね。クエイクが当たんない位置に置いてしまえば、これ守れますね。で、まあ最後、これはもう、来たんじゃね？何にしても勝てそう。一応、すべてが一緒になるのだけは避けて、セムウッドまでしちゃっていいな。スケルトン部隊。こんにちは！サクサク！オーケー！危ねえ！危ない危ない危ない。一回ロイがバカ刺さった。マジで危なかった。いやでも、まあ、これはさすがに相性がいいのかな。よし。まあ、マジアチャがいきますからね、と。いうことで、さあ、美味しいな。トロフィーも26もらって、世界8位到達。
いいね。次勝てば、多分世界、23もらって同点か。24もらったら世界3位なので、行きましょう！よし。ここ勝てば熱いな。バカ熱いっすね。久しぶりのなんか一桁だな。なんかまあ序盤からこんなマルチやんないのもあるんですけど、いつもね、終盤しかやんないし、中盤も全然勝てなくて、みたいな感じなんですけど。よし、ちょっと序盤からね、今回生きていきます。生きりまくりたいと思います。しゃあ、来たー。6532。まあ、トロもね、そんな、めっちゃ低い相手とかでもないので、多分ね、これ勝てば、いけます。勝てば3位。ふうし。いや、なんで気使ってんだろうな。ああ、オッケーオッケー。アイビズの時点で、もう絶対ない相性ではないですね。スケラか、エレジャイか。あ、エレジャイかな？多分エレジャイっぽいっすよね。よしよしよし。エレジャイいけますね。全然いける、全然いける。なんなら余裕まである。いやー、余裕って言って勝ったことねー。マジ、いつも余裕とかやってる時ボコボコにされるんですよね。よし。あのベビドラちょっとキング起動してえな。さっきちょっとミスっちゃったんですけどね。よし。オッケーオッケー。いや、緊急だ。あ、ゴレだ。ゴレか。まあもうゴレでも悪くはねえか。ケツゴレドンか。いや、でもダクネ咲いたらケツゴレできねえよな、普通。まあまあ。で、これちょっと逆攻めて、このマジエチがね、アイウィズ射抜くんですよ、勝手に。よしよし。あー、まあまあまあ、さすがにカバーしてくるか。あー、これ嫌だな。でダックプリ釣って、オッケーオッケー。いや、いい、いいね。いい、やりゴブリン。さあ、今、マジアチャで射抜けると思ったんですけど、まあ、さすがに相手もカバー入ってきますね。からのトルネ使ってないから、トルネ使ったらディガー後ろできるんですけど、使ってないので、できないですね。で、ディガー飛ばして、ちょっと回転が相手追いつけない説ないかな。いやー、こういうユニットだけで抑えられる。いやー、めっちゃいい受け。怖いな。しっかり受けて、しっかり受けて、いや、キング起動できてるのはでかいんですけどね、なかなか削れないっすね。やりゴブでね、プレッシャー与える。さあ、これサイクルが相手ついてこれるか。あー、トルネタルバムか。いや、マジアチャ入ってる。でかい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 。で、ここは相手ゴレ展開しにくいぞ。まあ、ダクプリいるかな。いや、これいらんかったかな、このナイト。確かに。まあ、ちょっとここに置いて、ゴレの爆破でいろいろもう揉み消したい。よし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 。ゴレ爆破最強で、相手攻めてきたタルババ。あー、もう一個あったか。いや、いいウッド、いいウッドディガー。やり込むか。はい、入らんか。いや、でもいいトレン使わした。いや、流れはいいんですけどね、流れはいいんですけど、攻めきれないな、ちょっと。うわ、アイビズがバレてる。いや、バレてるけど射抜いてる。でかい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 。ワンチャンライト打たれるかな。ワンチャンライト。ディンディンディン。いやですよね。で、ライト打ったら、僕は攻めるみたいな。で、ちょっとこれ、そろそろ、ダクピリ同じ位置当たりそうなので。あ、いい、ナイトに行ってる。ナイト一発。でかい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 。でかすぎ。で、まあ、ライトワンチャン打たれてもいい。打たれてもいい。いや、打たれたくないでも。さあ、これ来た。これ逆さ受けそうだな。で、この間に D ガで攻めます。トルネあればあれ、全部守れしそうだけどな。よしよし。トルネ。おー、いいね。待って、めっちゃいい防衛してる、俺。からの、こう、やりゴブに絶対対応来るから、まあ、マジアチから入って。よしよし。さあ。あー、これはちょっと延命してえな。いらんかったかな。ちょっといらんことしたかも。もう一回ボム置いて、これでウッドで削りつつ、あれも剥がしてる。
ダクプリの盾。よし。よし。いや、いいね。で、ディガーで攻めて、これちょっと怖いんで、ボム置いて、よしよし、打っとけんね。おっき、来た。おっき、来た。いや、最後ちょっと危なかったけど、おっき、おっき、おっき、いや、でいけー。来たんじゃね、来たんじゃね、これは。28。いや、大トロだ。でかすぎー。さあ、来ましたね。世界3位到達。久々のね、一桁。まあ、序盤ですけど、いや、上がね、バカ遠い。バカ遠いですね。まあ、今日はね、まあ、世界3位久々に超えたのは良かった。というわけで、終われたらなと思います。皆さんもぜひこのマージャチューブ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価でコメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。